これ、最後に、じゃあ、これ感謝、例えば練習の中でも、あ、良かった時に、改めて出てくる感謝の言葉ってあるじゃないですか。あ、本当に、あ、選手が感じ取ってくれたなという心からだなっていうのは。それって、言葉が変わるわけじゃ、フレーズが変わるわけじゃないことが多いですよね。具体的に、あ、これが良かったり言ってくれることもあるんですけども、その中で、やっぱりもう、まあ、言葉の温度っていう表現が、どこまであるかわかん、あの、正しいかわかんないですけども、やっぱりそれは、ありがとうっていう時に特別なことを考える必要もなく、もう、まあ、本当に今日はありがとうございましたっていう中でやっぱり伝わってきますよね、そこ。ですよね。だからそこで、難しいことを要求するわけじゃなくて、もうその時の自分の感情を乗っけばいいだろう。もう感情のままに言えばいいわけだから、そこも難しく、言う側も難しくする必要はないってことですよね、そこは。皆さん大丈夫でしょうか、そこは。メールでありがとうっていうのと、から電話でありがとうってやっぱりこう力を込めて言うのだと、随分伝わり方が、特にブラインドの場合なんかはそうなのかもしれないですけど、なので、ちょっと大事な話で文章に書きにくいなとか、文章だと意味が取りにくいなって時は大体電話にして喋るように、そうしないとなんかね、文字だけだと誤解しちゃうケースもやっぱりあるので、まあ、ありがとうっていう、と、心こもってると、じゃあ明日も続けようねとか、こっちもなんか一言出るんだと思うんですけどね。フレーズは同じでも、なんでしょう、イントネーションがどう違うのかとか、まだちょっと考えたことないですけど、なんか前向きになれた自分が何回もあったなっていう気はします。そうですね。どうぞ。これはもう、荒木さん、ジュリさんも、そういうことでよろしいですか？なんか、今の点について、補足があれば、大丈夫でしょうか？特にそうだと思います。ね、その感謝も深いけども、実はもうシンプル化して、シンプルでもあるということですよね。求める側というか、気づかせる側も、指導者側も、選手側も。いや、はい。いや、ありがとうございます。なんか、皆さん、お互いに質問ある方いらっしゃいますか？誰々に。谷さん、大丈夫ですか？ま、今僕に振りました。もし、どなたかに。荒木先生とこうやって、こう、画面上ですけど、ああ、こんな日も俺にも来たんだっていうのと、テレビでずっとソフトボール見てた中山さんが、マジ俺なんかすごくねとかって今思って、ちょっと嬉しいです。何でもありません。何でもないです。僕も毎回思ってます。嘘 ばっかりなんかけなしてるくせに。本当にもう嘘ばっかりなんだから。この間、魔女の宅急便見てて、家族で、お園さんが樹里さんみたいだねって話は家族でなりました。なんでだよ。まあ、それでもいいや。なるほど。そう、なんかね、なんか周りが元気になる。まあ、湯婆婆とか言われなくてよかったわ。湯婆婆とか言ってよかった。